利川さん、はい、やっぱりちょっと上達してきたり、ビリヤード場に通い始めたりすると、やっぱり道具にもこだわっていきたいですよね。そうですね、やっぱり自分の道具を持つことによってね、大事にしたりとかね、プレーも楽しくできるようになるためにね。まずは何から揃えていけばいいんでしょうか。そうですね、まずポケットビリヤードを始めるには、やっぱりこういうさまざまな道具があるんですけども、はい、まずはプレー球を一番に購入しないと、はい、実際プレーができないので、まずはプレー球、はいはい、プレー球の説明を栗林プロの方からお願いします。はい、プレー球なんですけども、はい、まず最初に、デザインが今このように今ここに5本並んでるんですけども、はい、黒だったりこういうちょっと薄い茶だったり、はい、白だったり、さまざまなものがあるんですけれども、この中でも、値段もちょっとピンからキリまで高いのだったら30万円ぐらいだったり、はい、安いのだったら2万円とか結構幅があるんですね。はい、で、もう一つプレー球にはバランスっていうのがあります。バランス、はいはい、ちょっと前が重い球だったり後ろが重い球だったりで、こう様々なのがあるんですけれども、はい、その値段とバランスとデザインと、その購入したい方は自分に合った球でかっこよくて値段も手頃でっていう球を選んで購入した方がいいと思います。あと、プレー球を使っていると常に同じ性能の木で球なので、同じショットを常に打ってます。ビリヤード場にある球を使っていると、はい、やっぱりいろんな人が使っているから癖がついちゃったりとか。そうですね、毎回同じやつを、ね、手にすることができないので、毎回多分違うと思うんですね、重さであったりね、はい、もう球には全部重さが、約18オンスぐらいから21オンスぐらいまでの幅でいろいろあるので、もうそれは自分に合ったものを購入してもらったらいいですけどね。じゃあより上手くなるためにもやっぱりこういうマイキーを持つといいということですね。そうですね。続きまして、この真ん中にあるのはこれは、ジャンプ専用の球ですね。ジャンプ球、はい、ジャンプ球にもいろいろ種類があるんですけど、はい、このジャンプ球は、もう一つこういうものがついてまして、シャフトですね、はい、短いシャフトなんですけど、これをシャフトとシャフトをくっつけることができます。おーすごいですね。はい、で、普通はジャンプっていうのはこうつくんですけど、ダーツジャンプっていうのがありまして、こういうふうに構える。ちょっと上から。はい、これが、短い方で飛びやすいですよっていうジャンプ。それがやりやすくなるんですね。はい、そうです。で、こっちが、はい、これも普通のジャンプ球で、これは持ちやすいようにここがちょっと。ダーツジャンプもできますよっていうことでここを持ちやすくします。はい、はい、この球なんかはちょっとこっちに比べて長いんですけど、ジャンプって、飛ばしたい距離短かったり長かったりする距離があるんですね、でこの球の場合は長くすることによってジャンプをより多く飛ばしやすい。でさらにここは外れるんですね。で外れて短くなると短い距離がジャンプしやすいっていう、はい、この球はそういう特徴があります。へー、いろいろあるんですね。やっぱ今と同じような感じなんですが、はい、この球も、また同じのが2つあるんですけど、これ重さが違うんですね。あ、そうなんですか。はい、これとこれの重さが違って、へー、で重さが違うことによりそのジャンプのまた幅が重い方がジャンプ距離が飛びやすい、で軽い方がジャンプは距離が短いのが飛びやすいっていう、そのジャンプの使い分けができることになってます。はい、一番その端っこにあるちょっと長めの球は、はい、これはブレイク球、最初のブレイクする専用の球なんですね。はい、で、ブレイク球と同じ長さなんですけどパワーが違うんですね。このブレイク球を使った方がよりブレイクがパワーが出るっていう、その種類が結構ありまして、特徴がいろいろ持つ場所が違ったり、はい、これなんかはもうグリップがあるんで滑り止めが手が滑らないように握りやすい、この球なんかはもうテニスみたいな、
しっくりくるようになってて、あとこの球なんですけど、はい、まあ、これもブレイク球なんですね。ただジャンプ球もできるっていう、まあ、ブレイク&ジャンプ球っていうんですけど、あ、外れましたね、はい、短くなればジャンプ球もできる、はい、で長くなると、まあ、パワーもあるんでブレイクにも適してるっていう、あ、なるほど。でこれもブレイク&ジャンプ球なんですけど、まあ、これも先ほどと同じように外れるんですね、はい、でこれだけじゃなくてまたこれここも外れるんです。おお。それでこのバットの部分とこのシャフトを組み合わせると、これもジャンプ球なんですけど、はい、これとこれ、まあ、先ほど説明した、はい、こちらは長い距離のジャンプがしやすい、まあ、こちらは短い距離のジャンプがやりやすい、っていう風になって全部くっつけるとブレイクがパワーが出るっていう、はい、あ、なんか、まあ、1本で3本解くみたいなそんな感じですよね。3通りのね、はい、プレーができるとすごいですね、はい、結構いろんな種類があるんですけど、そうですね、やっぱ自分が気に入ったのが一番いいですね。はい、わかりました。ちなみにこちらになんかかっこいいバッグが並んでいますが、そうですね、これはあの球をすべて収納できるように、あ、まあ、プレー球であったり、ジャンプ球であったりブレイク球であったり、はいはい、まあ、この収納の方法なんですが、まあ、球ケースって言ってもさまざまな球ケース、いろんなメーカーさんの球ケースがあるんですけども、はい、まあ、中身はこういう風になってまして、はい、こっちの方はシャフトが4本とバットが2本入るようになっています。まあ、収納の仕方なんですが、シャフトはこの細い穴の部分にネジの方を上に向けて入れてもらいます。それとバットの部分なんですが、この一番横の太い穴のところにこういう風に収納してもらいます。まずはやはり球を買う場合は絶対球ケースは必要となってきますか？そうですね、球ケースがないことにはせっかくね、もう値段の張った球を買ってもやっぱり傷ついたりとかね、もうそうしちゃうともうせっかく大事な球がね、はい、もったいないんで、はい、大事に使ってもらうためには球ケースに保管してもらった方が、はい、もういつも綺麗な状態で、はい、もうこう見てるといろんなデザインがあって選ぶのも楽しいですよね。そうですね、ケースもデザインだったり、はいはい、使い勝手がいいものをね、それぞれこう自分で考えて、はい、買ってもらったらいいと思います。はい、わかりました。入りました。